麺で入れた？一睡もしてないっす。え、なんでなんでなんで一睡もしてないの？逆に。マジで眠くならなかったんですよ。そんなことある？そんな、うん、絶対持たんて。多分マリパで多分弾けました。シャーン。嘘でしょ。覚醒しちゃったか。覚醒しちゃいましたね、多分。え、マジか。オラ君も一睡もしてないって。マジっすか。うん、オラ君も一睡もできなかったって。やっぱマリオパーティー山のゲーム。いやーそうか、みんなやっぱ目が覚めちゃったんだな。男のやっぱ殴り合いをしなきゃいけない。男の殴り合いがね。うん。どのまあ俺が起きたら何してたかの話になっちゃうんですけど。うん、この配信終わってね、昨日ね。うん。はい。あのあボンさんがコア戦場やってたと思いながら風呂入ったんですよ。うん、で風呂上がって寝るかっつったんですけど。うん。全然眠くなんなくて。うんうん、でもまあ布団には入るでしょ。布団に入ったんですよ、うん、30分経ってもいまだに眠気が来ないっていう、うんうんうん、で仕方ないからどうしようかどうしようかと思ったけどもう一回風呂入ったんですよ俺。え、そんなことある？風呂から入って眠れずまた風呂入ることある？もう開き直りの風呂っすよ、ね、やばい、やばいムーブしてんな。でそこからさっき30分ぐらい散歩してたんですけど、うんうんうん、炭酸水あるじゃないですか。炭酸水あるね。俺よく朝一にあの EAA っていう、うん、なんか粉のなんかアミノ酸みたいな飲んでるんですよ。はい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 。でそれ味がついててグレープ味とかラムネ味あるんですよ、うん、うんうんうん。それを炭酸水で割ったらめちゃくちゃうまいんじゃないかってことでちょっとひらめきました。あ、味付きの炭酸水みたいなね。はい、うん、あのさっき試したらめちゃくちゃまずかったっす。それでちょっと今ちょっとイラってしてます。ああもう新しい発見。おい風呂からの追い風呂でまずいドリンクを飲み仕上げてきてるめ、はい、じゃあもう体バチバチなんでベストコンディション狂ってんな。いい感じに、いい感じに頭狂ってんな今日。寝てないしな。そうなんすよ。いやもうできるか今日は。今日はもう走り抜くって決めてるんで。走り抜くのか。ちょっと怖いのがデモンズ明けの休憩タイムで爆睡したら怖いなと。あ、メインデモンズの後休憩あんのか。そうなんですよね、2時間ぐらい。いやでも一回寝た方がいいんじゃない。寝たら起きないでも3分の1ぐらいで3分の1、うん、3分の1で結構起きないな。寝てますね。ワンちゃんもうその空いた2時間筋トレしようかなと思って。いやマジでアホ、それはマジでアホ。全てが終わった瞬間に床に着くみたいな最強のスケジュールがもうなんか出来上がりつつあるんですよ、ね、やばいなそれ。うまくいかねえよ。目標高いからないつも。はい、あの俺高めに目標を立てることで、うん、あの自分に焦燥感を与えるっていうことなんです。だいたい失敗してない、高めの時。いや、わかんねえけど。わかんねえけど。成功率2分2割。2分の1と2割だいぶ違うよね。多分、3割ですね、うん、打率は。打率は、打率は低いけど、やっぱホームラン打つからね。あの、まあ、でもホームランは多分10分の1ですね。ドスボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。